113回生、兵庫県の伊藤アルトです、よろしくお願いします、デビュー戦を迎えました。はい、今の心境を教えてください。まあそうですね、まずやっとここまで来れたんで、スタートラインに立てた、緊張よりも緊張よりもワクワクって言い方おかしいですけど、楽しみの方が大きいですね。はい、まあ今後当面はどんな戦法でいきましょうか。はい、一応もう自分の自力、自分の力でレースを作っていって、逃げるなら逃げる、まあ場合によればまくりになる場合もありますけど、自分の力を見せれるような走りをしていきたいと思います。わかりました。まあでも本当に、まあ、ここまで、はい、どんな道のりでした。結構大変だった。いや大変じゃないって言ったら怒られますけど、まあ、大変、そこまで思ってたよりは大変ではなかったです。あ、楽しくやらせていただいてます。まあ、今はどうですか。練習とかどんな感じでやってますか。練習 もうすごく充実してて、毎日が、まあ、しんどいですけど楽しくて、乗りたいな、練習したいなっていう気持ちがいっぱいです。わかりました。じゃあ最後にファンに一言お願いします。精一杯、一着目がけて走るので、これから応援よろしくお願いします。